令和3年7月17日本日はノービスチャレンジです。よろしくお願いします。第23回となりました。今年の2月から始めたかな。本日は14台エントリーいただいております。ありがとうございます。まずは予選第1ラウンド第1組、現在ウォーミングアップランです。出走ドライバーは松田選手、ニューナヤ選手、浮谷選手、太田選手、岡田選手、以上5台走行です。はい、ウォーミングアップランよろしいですか。では前列グリッド、松田選手、浮谷選手、ニューナヤ選手、前列グリッドにお付きください。後列グリッドは太田選手、岡田選手。第1組の第1ラウンドは以上のスターティンググリッドとなっております。では参ります。 WML ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第1組、3分間周回レーススタートです。10秒前、本日は14台エントリーですので、決勝組は7台7台で2組分かれとなります。ではスタート。さあスタートしました。 WML ノービスチャレンジ本日で第23回となりました。サークラッシュマーシャルお願いします。はい、絡むよ。レースなんか絡んでなんぼ。絡んだ後いかに戻せるか、いかに集中を切らさずに自分のペースをすぐに掴み切るか。クラッシュの後にミスりやすいですから、連続してこっから気持ちを切り替えていきましょう。オープニングラップのクラッシュなんかない方が少ないですから、オープニングラップでクラッシュが、ない確率は、店長調べで 15% です。85% は絶対クラッシュがオープニングラップを行っておりますんで。さあレースの方見てまいりましょう。トップはブルーメタリックのマシン、浮谷選手。2番手に太田選手、白ピンク色の模様の入ったマシン。その後ろシルバーオレンジのマシンがニューナヤ選手、3番手。4番手にシルバー赤ライン松田選手。残り2分、岡田選手か。白緑が増田選手、4番手。5番手にシルバー赤ラインが岡田選手のレースオーダー。さあ序盤の1分が経過いたしました。レースは残り2分です。残り2分、トップ浮谷、2番手太田、3番手ニューノヤ、4番手増田、5番手岡田。さあ増田岡田の4番5番争い。さあトップ浮谷選手、序盤の混乱をうまく抜け出して単独トップ走行。現在1コーナー2コーナーに入っていくブルーメタリック。あっとミスター。さあまだまだ最小限のタイムロス。さあそこに元気、いや太田ミスター。さあ白地にピンクの模様の入った太田選手が2番手走行、後方 1.2 秒となっております。3番手にニューノヤ、4番手岡田、4番手増田、5番手岡田。レース残り時間は間もなく1分となります。2分経過いたします。残り63秒。さあレースは残り1分です。残り1分。さあトップ浮谷選手、このまま逃げ切るか。太田選手が背後1秒切ってきている。 0.9 秒というところ。さあ 0.87、 残り時間は40秒です。残りレース40秒。トップ浮谷、2番手太田、3番手にニューナヤ。さあ4番5番近い増田岡田。さあ残り時間は間もなく20秒です。残り20秒。さあトップ浮谷、2番手太田、 0.5 秒。さあこのまま逃げ切りたいが、ワンミスが命取りの予選レース。残り10秒です。さあ残り3、2、1のもう一周入ったトップグループ。さあここでニューナヤ3位でゴール。岡田ゴール、松田ゴール、レース続行中です。あゴールゴール、トップゴールは浮谷選手、17分3分9秒24。もうミスできましたので、さあ予選第1ラウンド第1組、熾烈な争いとなりました。トップゴールは浮谷選手。続きまして第2グループの方、操縦台くじ引きにてお決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。出走ドライバーは鴨選手、玉岡選手、赤木選手、中村いっちゃん、山下選手、以上5台走行です。前列グリッド、鴨選手、赤木選手、山下選手、前列グリッドにおってください。後列グリッドは玉岡選手、中村いっちゃん、後列ついてください。
言われたとこについてくださいね。はい、では参ります。ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第2組3分が周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、先ほどトップ暫定ポールタイムは17分3分9秒です。どこまで迫れるか。さあ、ちょっと遅めのスターティングジェネラル。さあ、前列真ん中の鴨選手がいいスタートだ。紫白のマシントップ鴨選手、その後ろ白オレンジ色のマシンは赤木選手。3番手に FC3S 玉吉、4番手いっちゃん、5番手山下。さあ、序盤から隊列が少し伸びた形となったか。トップ白紫丸ボーロの鴨選手、赤いホイールのマシン、2番手赤木選手が白オレンジ色のマシン。さあ、すぐ後ろにこだわり FC、 いやー、ミス型。さあ、玉吉がこれで少し間が空いて3番手、すぐ後ろいっちゃんが迫ってきた。サンドイエローのマクラーレン P1GTR、 そして白蛍光レッドの山下選手がアウディ R8 を5番手走行。あっと1コーナークラッシュありました。さあ、なんとか、あーっと、ミスた。さあ、ミスの連鎖、負のスパイラル。さあ、これで2番手に上がったのはいっちゃん。さあ、トップかも、2番手いっちゃん、3番手山下、4番手赤木、5番手玉吉。さあ、序盤の1分が経過いたします。さあ、順調に逃げるのはトップかも選手。鴨選手いい感じで単独で逃げている。2番手いっちゃん、3番手山下選手、4番手、あっと山下選手ミス。さあ、これで赤木選手が3番手に浮上、山下戻れない。さあ、玉吉もちょっとミスってしまった。さあ、その後方トップの鴨選手がいる。さあ、単独鴨選手トップ走行。現在ストレートから1コーナー2コーナーに入っていく紫白のマシン。2番手いっちゃんも、2コーナーインフィールドセクション。さあ、3番手に単独赤木選手、4番手山下選手、5番手玉吉選手。さあ、各社それぞれ2秒から3秒の距離が空いたレース展開となりました。中盤レース残り時間は1分10秒です。残り1分、あっといっちゃん、ちょっともったいないミス。さあ、落ち着いて、ミスった後落ち着いてね。もうミスった後はその半周なり1周なり一遍ゆっくり走るつもりの方がいいですよ。焦ってアクセルを握ると余計とミスが続いていきます。あー、クラッシュ。さあ、いや聞いてた3秒前の話聞いてたさあ、トップはカモ。まあ、あの不利としてはまあ 100% やったんですがさあ、トップカモ単独でこのんみスペースですよ。このペースでいくと1回目の中でもいいところに食い込んでくれるペース。紫白のマシン。さあ、残り30どんまい、みんな頑張れ。さあ、トップ白紫のマシン、鴨選手が現在2コーナー3コーナーインフィールドセクション。さあ、2番手赤木選手ですね、白オレンジ。3番手に山下選手、白蛍光オレンジ。さあ、赤木山下が 1.1 秒、いっちゃんがその後方 0.6 秒つけている。さあ、玉吉もまだまだ食らいついて 0.9 秒。さあ、残り3、2、1、各社ファイナルアップですね。タイムアップ、さあ、もう惜しくも16ラップ3分0071、惜しくも17届かず。さあ、レース走行中、レース走行中、まだですよ。はい、でした、これで速報が鴨選手16ラップ3分0071。さあ、構想を見せました鴨選手、序盤から1位逃げ切りです。さあ、では続きまして、第3組の方、操縦台を決めになりましたらウォーミングアップランご走行ください。坂林選手、屋敷選手、内山選手、塩坂選手、以上4台走行です。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。それでは参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第1ラウンド第3組3分間周回レース、スタートです。スタート10秒前。さあ、とにかくマイペースで3分間走り切りましょう。フライングにご注意ください。さあ、スタートしました。落ち着いて落ち着いて、ここからここからですよ。さあ、スタート直後クラッシュがありました。さあ、トップはグレーイエローのラインに入ったマシン、ホンダ NSX を狩る坂林選手。現在ストレートから1コーナーに入っていく。それを追います2番手内山選手、赤いアウディ R8。 3番手に
いや、これでさ、2番手内山ミスがあって、背後屋敷がテルツノで迫ってきたか、弾き出した。さあ、これで3番手争い、屋敷、塩坂、テルツノズ 0.5 秒差。さあ、トップ坂林がその間に逃げる。2番手内山、3番手、さあ、これで3番手塩坂が上がってきた。4番手屋敷。さあ、序盤の1分が経過いたしました。残り2分。さあ、レースは残り2分です。残り2分。現在トップは中央セクションを走るグレーにイエローのラインの入ったマシーン坂林選手、2番手内山選手、3番手塩坂選手、4番手屋敷選手のレースオーダーとなりました。さあ、2番手トップ坂林、2番手内山との距離はこれで7秒まで、いや、坂林ミスが あったが、さあ、後方内山2番手、さあ、3番手塩坂がじりじりと迫ってきている。約1秒というところでしょうか。さあ、2番手争いだ。現在ストレート2台、前を走るのが内山選手2番手、3番手に塩坂選手、4番手屋敷選手。レースは残り1分15秒です。残り1分15秒。おっと、さあ、最終セクションで引っかかっている。さあ、これ屋敷選手か。さあ、トップ坂林が現在単独逃げの状態。ストレートを走るグレーに黄色いラインの入ったマシン、2番手内山選手が赤いマシン。現在ストレートから1コーナー。さあ、そして後ろの白赤、赤白のマシンでしょうか。3番手に塩坂選手、さあ、食らいついている内山選手の後方 1.4 秒差。4番手に屋敷選手。レース残り間は45秒となります。残り45秒。さあ、トップ坂林、このまま逃げ切りたい。丁寧なドライビング。さあ、淡々と周回を重ねる。あっと、塩坂選手ミスがあったか。これで2番手内山選手との距離が広がってしまった。さあ、屋敷選手4番手は3番手、いやー、さあ、チャンスではないか。さあ、レースは残り30秒です。残り30秒。トップ坂林、このまま逃げ切りたい。さあ、2番手内山との距離は7秒となっております。3番手塩坂、4番手屋敷。おっと、内山ミスがあったか。さあ、復帰。さあ、残り時間は間もなく10秒となります。残り10秒となります。残り10秒。さあ、これでトップ、おっと、塩坂ミスがあった。さあ、避けきれない、坂林もミスがあったのか。ファイナルアップ、ここでタイムアップだ。内山ゴール、屋敷ゴール、レッソコーチュ、レッソコーチュ。さあ、トップ坂林、そしてまたですよ、レッソコーチュ、ドライバー動かないでくださいね。塩坂先手、前者ゴールです。トップゴールは坂林選手、15ラップ3分7秒84。さあ、これでモニター上には予選1回目の第1ラウンド集計結果出ております。ラウンド1のプリントアウト間もなく出ますので、エントリーカードの方にレースリザルトご記入お願いいたしますね。重要なのはベストラップ引くアベレージを、ディファレンシャルといたしまして、そのディファレンシャルの値が少なければ少ないほどベストラップに近いペースで周回をレース中重ねられているという判別となります。それでは5分後予選第2ラウンドです。5分後予選第2ラウンドになります。はい、インターバル間もなく終了しますので、第1組の方ご準備の方お願いいたします。続きまして、 WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド間もなくスタートとなります。第1組出走ドライバーは増田選手、太田選手、浮谷選手、岡田選手、ニューナヤ選手。本日は5台走行ですね。はい、ご準備の方お願いいたします。第3組の方はコースマーシャルお願いいたします。さあ、先ほどは、暫定ポールポジションは浮谷選手の17分3分9秒でした。そして、決勝組明けのボーダーラインは暫定7位赤木選手16ラップ3分6秒に、暫定8位山下選手16ラップ3分7秒77と、この 0.5 秒の間に決勝組み分けのボーダーラインが暫定ですが引かれているということになります。はい、では前列グリッド、太田選手、岡田選手、太田選手、岡田選手、前列グリッド、後列グリッド、その他3方です。はい、よろしいですか。では参ります。 WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第1組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、意地と意地のぶつかり合い、第1組まもなくスタートとなります。フライングにご注意ください。
さあちょっと遅めのスターティングになる。さあうまく、おっと、さあつばぜり合いだ。あ、ここ生き残る、クラッシュ。さあ行って行って、もうオープニングラップのクラッシュなんか日常茶飯事ですんで、この後いかに生き残るか。さあ隊列の方が徐々に落ち着いてきたか。トップ岡田、2番手ニューネア、3番手浮谷、4番手増田、5番手太田。さあ序盤の布陣となりました。30秒が経過いたしまして、トップ岡田、シルバーガルマシン、現在中央セクション、2番手ニューネア、3番手浮谷、ここは近いか、 0.3 秒というところ。さあとはいえまだまだ全5台が2秒の間にいる。おっと、さあ危ない危ない、落ち着いて、あと負の連鎖が始まってしまうのか。さあこれでトップ岡田、2番手浮谷、さああと1台転倒。さあ残りは2分です。序盤の1分が経過いたしました。さあ中盤2分目、トップ岡田、現在ストレートから1コーナーに入っていく。後方ブルーメタリックのマシンが浮谷選手 0.7 秒、3番手に白グリーンの模様の入ったマシン増田選手が3番手、4番手ニューナイ選手、5番手太田選手。さあトップ岡田、このまま逃げ切れるか。2番手浮谷がぴったり 0.7 秒でマーク、3番手に増田、4番手ニューナイア、5番手太田。さあこの中盤で単独ミスってはいけない、大事なところ。残り時間は折り返し点を過ぎまして残り1分、あーっと浮谷がクラッシュ。さあ残り1分30秒、残り1分30秒。さあ2番手は細いがテールツーノーズ。さあその間にトップ岡田が逃げる、あークラッシュ。まあ、あのしんどかったら生かした方が楽ですよ。さあ前で踏ん張って2台とも沈むが一番もったいない、ライバルだけが喜びます。もうしんどい場合は後ろ車なんかさっさと生かして自分のペースをキープしましょう。さあ残りは1分です。残り1分、3分間の周回レース2分が経過いたしました。さあこれで2位以下ごちゃごちゃやってくれたおかげで岡田タイムですよ、岡田タイム。これで、アベレージが暫定1位2位ペースだ。トップ岡田選手、2番手に増田選手をキープ、3番手太田、4番手ニューネア、5番手浮谷。残り間30秒です。残り30秒。さあトップ岡田このまま逃げ切るか。2番手増田が後方 4.8 秒というところ。3番手に太田選手、4番手ニューネア選手、5番手浮谷選手。残り間は15秒です。レースは残り15秒。さあ増田太田の2番3番が近いところか、 0.4 秒差。さあ残り間もなく5秒です。3、2、1の増田太田ゴール、ニューネアゴール。レース続行中、ドライバーの方動かないでくださいね。浮谷選手、選手ゴールです。トップゴールは岡田選手、17ラップ3分6秒ゴールで暫定ポール更新。岡田選手決めてきました、ラウンド2。さあでは続きまして第2組の方、操縦台をお決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。出走ドライバーは鴨選手、玉岡選手、赤木選手、中村いっちゃん、山下選手。はい、では前列グリッド、玉岡選手、中村いっちゃん、玉岡選手、中村いっちゃん、前列グリッドにお付きください。その他お三方は後列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参りたいと思います。 WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。なんでか真ん中空いてますね、前列。さあスタートしました。前列うまくスタート決めたのはいっちゃん、フラッシュ。さあ2コーナー3コーナーで4台絡む事故。さあその間に一番おいしいトップいっちゃんが帰ってきた、現在ストレート。2番手玉木、3番手赤木、4番手山下、5番手かも。あっと2コーナー3コーナーフラッシュ。さあ今度はいっちゃんレースとなるのか。もう一番おいしいんですよね、もう2位以下全員事故っとけよと思うね、走ってる時。さあトップいっちゃん、俺だけは当たらんと走らさせてもらうわと思うんですね、トップはね。さあ2番手玉吉、3番手赤木、4番手山下、5番手カモ。あっと、さあ山下ミス。さあこれでトップいっちゃん、現在中央セクション単独のサンドイエローのマシン。さあ2番手がバトル状態となっているか、玉吉、赤木、
RX7FD3S VS 787B と。いやでも787B が事故。4番手に鴨選手、白紫マシン、その後ろ山下選手が 0.9 秒でつけている。さあその間にもトップ1ちゃんが逃げる。2番手玉吉、3番手赤城、4番手鴨、赤城鴨が縮まってきたか。 1.2 秒。さあ山下候補 1.4 秒。さあトップ1ちゃん丁寧に中間、あっと鴨がミス。さあこれで山下が4番手に浮上。5番手鴨、その後ろにはトップの1ちゃんが見えてきた。2番手は転倒。さあ FC が転倒。さあクラッシュあるよ。こういうよくあります、よくあります。あれをいかに処理するかです。さあトップ1ちゃんサンドイエローのマシン、丁寧に丁寧にラップを重ねていくよ。現在ストレート2番手赤城選手が後方、これで 5.8 秒という距離でしょうか。3番手山下、4番手玉吉、5番手鴨。さあ1ちゃんがちょっとタイムロス。さあまだまだ全然大丈夫ですよ、落ち着いていきましょう。さあレースの方は残り50秒です、残り50秒。さあ残り1分切りまして、トップは変わらず1ちゃん、2番手赤城がこれで少し詰めて 3.3 秒というところ。3番手に山下選手、4番手鴨選手、5番手玉吉選手。レース残り時間は35秒です。おっと、さあ玉木選手クラッシュ、マーチャルお願いします。さあちょっとクラッシュが目立ってきたか。さあレースは残り30秒です、残り30秒。さあトップは1ちゃん、2番手赤城、ここは距離空いてる。3番手に山下、4番手鴨、5番手玉木。さあそれぞれ各ポジションは3秒4秒の距離となっている。さあ残り時間間もなく10秒です、残り10秒。残り10秒。さあ間もなく3分経過。タイムアップ。さあここでタイムアップ、山下ゴール、ゴールゴールゴール、あと1台。はい、停車ゴールです。トップゴールはいっちゃんの16ラップ3分0442。さあ注目の集計です。さあいっちゃんが暫定7位、滑り込みました。さあタイム更新がありまして、予選順位が書き換わっております。では続きまして、予選第2ラウンド第3組、操縦台を決めいただきましたらウォーミングアッププランご走行ください。出走ドライバーは坂林選手、屋敷選手、内山選手、塩坂選手。いや当たらんといけば15届きますから。はい、よろしいですか。では横1列です、横1列です。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参ります。ダブル MN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第3組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。まずは落ち着いてマイペースで3分間走り切りましょう。まもなくスタート。さあスタートいたしました。さあ3コーナーで少しクラッシュがあった。さあ中央セクションクラッシュ。さあトップで帰ってきたのはシルバー赤のマシン、屋敷選手。さあ2番手塩坂、3番手すぐ後ろ坂林、4番手に内山。4番のレースオーダーとなりました。さあトップは屋敷、現在ストレートから1コーナー2コーナーに入っていく。シルバー赤のマシン、後方赤に白地の塩坂選手、すぐ後ろに坂林。さあパスした。さあ坂林選手はこれで2番手に浮上。坂林選手も後方まだまだ、いやミスがあったか、落ち着いて。ミスった後ね、連続でミスらないように。さあトップ屋敷、2番手坂林、3番手塩坂、4番手内山。これで各社距離が空いた展開となりました。序盤1分が経過いたします。残り2分。さあレースは残り2分、残り2分。トップ屋敷、2番手坂林、3番手塩坂、4番手内山。さあトップシルバー赤のマシン、屋敷選手。さあ先ほどは予選暫定14でしたので、これはジャンプアップが期待できる。さあ現在中央セクションのシルバー赤のマシン、トップ屋敷選手。さあそしてグレーのホンダ NSX 猛然と追走。
さあ坂林が後方 1.2 秒まで迫っている。さあトップ屋敷、2番手坂林、さあこの周回で1秒切りそうだ。さあ3番手争いは塩坂内山、さあこの2台もバトルとなるのか。レースは残り1分15秒です。残り1分15秒、トップ屋敷、2番手坂林、さあ1秒切ってきて 0.95。 さあ現在ストレートの2台前を走るシルバー赤のマシンが屋敷選手、後方グレーにイエローのラインに入ったマシンが坂林選手。さあ1位2位が約1秒の距離。さあレースの方は残り1分です。残り1分。さあそして3番手争いが塩坂 VS 内山。さあ丁寧、さあこれで塩坂背後に内山来た、 0.5 秒。さあこれは生かした方、いやミスがあった。さあ丁寧に周回を重ねる塩坂に対してアグレッシブなドライビングの内山。さあこの対比、さあしかしややこしいところに追いついてしまったトップ屋敷。さあレースの方は残り30秒です。残り30秒。さあ自己タイムを、ああクロッシュ、さあ抜けた。さあこれで屋敷が1枚ラップマーカーをパスして現在トップ、2番手坂林との距離は4秒まで、あっとなぜか吸い付いてしまうミニッツ。さあ屋敷トップ、2番手坂林、まだこれでも4秒という距離でしょうか。さあこれ3番手塩坂、押し方内山が上がった。3番手、4番手塩坂、その差1秒差。レースはここでタイムアップ。さあ屋敷トップでこのままゴールできるか。さあ坂林が、いや屋敷トップゴール、内山ゴール、坂林、塩坂全勝ゴールです。いやなかなかナイスレースですよね。各ポジション熱いバトルでした。お疲れ様でした。予選第2ラウンド、これにて終了となります。集計結果出ます。はい、そして総合です。総合結果、ドン。はい、決勝口頭で言うときますね。第1組が赤城山下、玉吉屋敷、坂林、内山、塩坂。以上7台で決勝第1組となります。第2組が岡田浮谷、太田増田、加茂乳乳、いっちゃん。以上の7台で決勝第2組となります。はい、よろしいですか。では1番グリッドからお付きください。1番グリッド赤城選手、2番グリッド山下選手、3番グリッド玉吉選手、4番グリッド屋敷選手、5番グリッド坂林選手、6番グリッド内山選手、7番グリッド塩坂選手、スターティンググリッドにお付きください。はい、コースマッシャル、ありがとうございます。よろしいですか。では参りたいと思います。ダブルメンノービスチャレンジ決勝第1組、4分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ間もなくスタート、フライングにご注意ください。さあスタートいたしました。あっと1コーナーで2台3台4台が絡む事故。さあその間にトップ抜けてきたのは朝一台先頭。さあここからね、そのこの後クラッシュの後マイペースでいきましょう。じゃあどうせ前が落ちてきてくれるからミスって。さあトップは FC3S。 さあ玉吉トップ、さあ外か、おお、さあアウディアロート、さあ玉吉前出た。さあ落ち着いて、落ち着いて、おうまい赤城さんの努力が、赤城さんの優しさがどんどん無駄になっていく。さあ2番手これで屋敷、2番手屋敷、3番手赤城。さあこれで赤城が2番手、3番手屋敷、4番手山下、5番手坂林、6番手内山、7番手塩坂かな。さあトップ抜けたのは玉吉。さあ FC3S 電飾車両で現在トップ走行。あっと一台転倒、落ち着いて。さあ FC3S の玉吉選手が現在1コーナー、2コーナーに入っていく、単独トップ。さあ 2位以下がバタバタやっております。さあ雑に戻された。まあとはいえこけたん自分やからね。マーシャルに雑に戻されるのが嫌やったらこけへんかったらだけやから。あっとさあトップ玉吉クラッシュ。さあこれでどうなる。2番手はまだまだ後ろ。玉吉余裕でしたわ。余裕、いや余裕出しすぎたらあかんねさあ中央転倒。さあ順位整理します。トップは FC3S 玉吉選手、2番手山下選手、3番手赤木選手、4番手屋敷選手、5番手塩坂選手、6番手坂林選手、7番手内山選手。さあ中盤、これでレースは残り2分です。折り返し地点となります。
さあ真ん中を過ぎたところで各社、お塩坂坂林が前後入れ替えたか。今度は坂林が5番手に浮上。そして屋敷うち、あここは違います、ワンラップですか。さあトップ、おトップ玉吉の後ろ。さあ山下が来た、あとさあ玉吉クラッシュ。さあ山下トップ。さあそこれに続いてきたのが赤木か、いや赤木はワンラップか。さあ残り1分30秒です。レースは残り1分30秒。さあ山下トップ、白地に蛍光レッドの模様の入ったアウディ R8、 現在計測ストレート1コーナーに入っていくマシンがトップ、山下選手。2番手に電飾の FC3S 玉吉選手。赤木選手ミス感とかな、もしかしたら赤木選手同一かもしれないんで、とにかく頑張ってください。違うのじゃあほどほどに頑張ってください。さあ赤木選手3番手ですね。トップグループは山下玉吉が同一周回、そして3番手はワンラップの赤木、4番手屋敷、赤木屋敷がここは4秒差ですか。坂林が5番手4秒後方、6番手塩坂、7番手内山。レース残りは間もなく35秒です。さあ間もなくゴールタイム、山下逃げ切るか。現在中央あっと板転倒、テープが剥がれてるのか。残り30秒。さあ山下トップ、現在ストレートから1コーナーに入っていく。2番手玉吉が後方 2.4 秒、3番手に赤木4番3番手に玉吉、赤木、4番手屋敷、5番手塩坂、6番手坂林、7番手内山。さあレースは残り10秒です。ラスト10秒。あなかなかの波乱レース展開となりました。ここでタイムアップ、まずトップゴールは帰ってこれるか山下選手。これで全車ゴールですね。はい、全車ゴールです。トップゴール山下選手、唯一21ラップ4分9秒56。はい、では続きまして WMN 伸びチャレンジ決勝第2グループ、本日最終レースとなります。まずは岡田選手から操縦台をお選びください。はい、よろしいですか。はい、ではポールポジション、岡田選手1番グリッドにおつください。予選に浮谷選手2番グリッド、3番グリッド太田選手、4番グリッド増田選手、5番グリッド鴨選手、6番グリッドニューニュー選手、7番グリッドいっちゃん選手、スターティンググリッドにおつください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参りたいと思います。 WMN ノービスチャレンジ決勝第2組4分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ意地と意地のぶつかり合い、どういったレース展開が待ってるんでしょうか。まもなくスタートです。フライングにご注意ください。さあ早めのスターティングシグナル。おっと、さあトップ岡田ミス。さあこれで変わってトップに立ったのは浮谷選手、2番手太田、3番手増田、4番手岡田。いやこれで最終でクラッシュがあった。さあトップ浮谷、2番手太田、3番手ニューニュー、これで2番手浮上来ましたね。オープニングラップから序盤の展開、この展開をものにするかが全体のレース結果には大きくつながる。さあトップは浮谷、これ一番おいしい展開ですね。さあそして2番手争いだ、ニューニュー VS 太田、そして4番手増田、5番手岡田、増田岡田の4番5番争いだ。6番手いっちゃん、7番手鴨、いやいっちゃんミス。さあこれで鴨が6番手、7番手いっちゃん。さあトップ浮谷、このまま逃げ切りたい。レースは残り1分経過いたしました。レースは残り3分。さあ序盤の1分が経過いたしました。トップ浮谷現在2コーナー3コーナーに入っていく中央に、あっと2位がクロッシュ。さあこれで浮谷レースが形が決まってしまうのか。2番手、いや浮谷が待つ感じ、やっぱスリリングにいかないとレースは。さあ浮谷がトップ、2番手太田がこの週でその差 2.0 秒、これはまだ安心できない。レースは残り2分30秒です。残り、あっとそうトップ浮谷がここで再びミス。さあ太田が詰めて1秒というところでしょうか。
さあレースは残り2分10秒です。さあトップキア2番手太田、これで完全にテールツーノートになってしまった。3番手にあクラッシュは、さあ残りは2分です。折り返し点を過ぎました。4分間の周回です。トップキア2番手太田、岡田選手が2番手。さあこれで岡田選手が2番手まで帰ってきた。さあトーさん2位かやっちゃってる。これは浮谷の後ろにはバリアがあるかのよう。いやない、それはない。いやギリギリのもうカードさあ戻るバリアありますね。これねもうリアバンパーギリギリのところにバリアがありますね。さあ岡田が2番手 1.6 秒、3番手にニューニュー、4番手太田、5番手増田、6番手いっちゃん、7番手かも。さあ残り時間は間もなく1分。さあ浮谷これは守り切りたい。2番手岡田選手が背後この周回でラスト1分、ラスト1分 0.8 秒差。さあこれワンミスで入れ替わる距離だ。決して焦ってはいけない。さあなんか4位か中段でやっちゃってる、もったいない。さあ注目はトップグループ浮谷 VS 岡田、この周でさらに詰まって0.4秒。現在2コーナー3コーナーに入っていく2台、前あっと岡田ミス、前を走るブルーメタリックのマシン浮谷選手。さああとは最後浮谷がラップマーカーチャレンジだ。残り20秒。さあブルーメタリックの浮谷選手トップ、背後岡田が迫ってきた。ラスト15秒、2周のところか。さあトップ浮谷2番手岡田。さあラスト10秒のゴール、残り 1.5 周。さあラストラップに入っていくトップグループ。おっとおおおクロス、いっていって、あ戻れない。さあ戻れない。これでゴールゴール、バトルです。レース走行中、ニューニューはあマシントラブル。はいお疲れ様でした。本日決勝第1組優勝は浮谷選手、2位岡田選手、3位に太田選手。お疲れさんで、浮谷選手初優勝ですか、ノービスチャレンジ。いやいやお疲れ様でした。ちょっとこれもミスカウントあり得るかもしれないのであります。はい、本日 WMN ノービスチャレンジ熱いレース全レース扱ってですね、以上で終了となります。また来週もよろしくお願いいたします。